ではこちらですが、最新の調査結果はこちらになります。はい、お見ていくとが上がってますか。そうなんですよね、はい、これあの全体的に見たときに、続いてはこちらご覧いただきましょうか。次期衆院選の比例の投票先というところの調査ですね。はい、これもですね、はい、あの先ほどの政党支持の動きと少しこう連動していて、そうですよね。さあ始まりました、選挙 .com チャンネル。 MC を務めますのは株式会社開花代表スピーチライターの千葉香織です。そして本日のゲストは JX 通信社代表取締役米重勝弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では本日のテーマに行っていきましょう。こちらです。電話調査&ネット調査、政党内閣支持率ハイブリッド調査になります。こちら JX 通信社協力のもとの最新の支持率調査になります。まず前回の政党支持率の結果から見ていきましょうか。はい、まあ、前回あの1月の調査ではですね、はい、まあ、全体的にこう動きというかあまり大きな動きはなかったんですけれど、まあ、自民党が前の月と比べると 1.8 ポイント上がったと、年が明けて少し上がりましたねというところが一つのポイントだったかなと思います。まあ、それを受けて2月どうなっていくかというのがこれから見ていく部分ですね。12月から1月越すときにリフレッシュ効果のようなこともある可能性があるという話もありましたけれども、まあ、さほどなかったというような振り返りになるという形ですね。はい、はい、というところで前回からのトピックまとめていくと、まあ、今月いろんなことあったなというような印象です。例えば異次元の少子化対策の予算案審議がありますし、丸川珠代議員の愚か者っていうヤジの蒸し返しもありましたね。10年以上前のものですね、うん、などなど並んでおりますが、米重さん個人的に気になったものはありましたか。そうですね、まあ、支持率へのインパクトということでいうと、まあ、やはりこの異次元の少子化対策といって、まあ、それに付随するいろんな議論が生じたということって、プラスマイナスどっちに触れるんだろうとかですね、あるいは、まあ、荒井首相秘書官のこの LGBT に対する発言、はい、まあ、これは当然やっぱりマイナスの影響あるんじゃないかと、じゃあそれどれぐらい影響あるんだろう、あるいはないんだろうということが今一番大きな関心事なのかなと思います。でただ、まあ、私あの個人的にはこの支持率には影響を多分全然しないんですけれど、はい、あの岸田総理がこうあの鼻の手術をされたというのは、はい、あのまあ、私も個人的にはあの鼻の手術を同じような手術をしたことがあるので、はい、あのなので、まあ、あのはい、ダウンタイムとかあって大変だろうなと思うんですけど、あのお見舞い申し上げたいなと思います。そうですよね、日頃から動いて大変だと思うので、はい、こういったものも、ね、ニュースになるんだなというところもありましたよね。ではこちらですが、最新の調査結果はこちらになります。はい、お見ていくと自民がやや上がってますか。そうなんですよね、はい、これあの全体的に見たときにやはり一番大きなポイントとしては自民党が上昇しています。で、これは今月だけ上がってるわけではなくて、先ほどお話ししたように1月度の調査も12月に比べて上がってるんですね。だから、まあ、グラフにしてみるとですね、少しこう戻ってきてるような感じの支持率になっています。じゃあ自民党の支持率っていつ少し下がったのっていうと、やはり統一教会の問題が取り沙汰された、はい、まあ、参院選以降なんですね。でその後かなり下押し圧力が効いて、まあ、3割切るみたいな、この調査でもそういう水準になっていたりはしたんですけれども、1月戻り始めて2月も引き続き上がったということで、自民党の支持率自体は無党派が減る分少し押し戻してきてる、戻してきてるということは、まあ、これはおそらくそういう動きなんだろうというふうに見ていいと思っています。でまあ、それ以外の党に関してはまあ比較的小動きではあるんですけれども、全体で見たときにやはり自民党の底堅さとか支持率が少し回復傾向にあるというところが一番見るべきポイントだったかなと思います。立憲や維新はやや下がっているようにも見えますが、こちらは小動き、うん、そうですね、まあ、今のところ全体通して見たときに、まあ、各社の世論調査とかも含まれて見るとやはり、まあ、今のところ横ばいというふうに言ってもいいのかなと思います。うん、はい、支持政党がない方々というのは統一地方選をめぐってだんだん少なくなっていくというような認識でもあってますか。そうですね、まあ、統一地方選のカバー率は下がってきているので、やはりこの有権者の関心事というのは確かに選挙に近づいていくと高まってはいくんですけれども、はい、これによって無党派が大きくこう減少するというほどの効果はあまり見られないかもしれないです。はい、国政選挙でなければなかなか見づらいかもしれないですね。そういうことですね。はい、
それでは内閣支持率になります。岸田内閣支持しますかというところで、さあこちらもあまり大きな動きがなかったと見ていいでしょうかね。そうですね、はい、横ばいであったというのがこの結果になります。支持率としては前の月に比べて 0.2 ポイント電話では減っていると。でプラス不支持は 0.7 ポイントということになってはいますけれども、まあこれは誤差の範囲と言ってもいいと思います。まあ、つまり前の月とほぼ変わらなかったということですね。だからそういった意味においては来週消費者間の発言だとか、あるいはそれ以外のいろいろな出来事が内閣支持率にどれぐらい影響したかというと、そんなに影響してないかもしれないと、分からない、少なくとも見て分かるような動きはなかったということだと思います。まあ、もし支持率がその新井さんの発言とかがなければ上がってたのかもしれないんですけれど、まあ、それはちょっと分からないですね。ただまあ、この週末行われた調査としては共同通信とか NHK とか他の調査も出てますけれども、どこも横ばいか微増かという感じなので、まあ、ほとんど同じような状況ですと。なるほど。私も新井秘書官の話もありましたし、この前だとリスキリングをですね、育児中に行うことができるんじゃないかっていうところで炎上があったりですとか、最近自民党内の発言が取り出さされることが多いなと思っていたので、ここ動きあるかなって思ってたんですけど、意外でしたね。そうですね、まあ、自民党を支持する層に対してどう影響したか、あるいは無党派でも自民党寄りの政治的な傾向意識を持つ人がどういうふうにそれを受け止めるかということでいうと、多分そんなに影響がなかったという話なんだろうなと思います。これ見ると野党側としてはどうアプローチしていけばいいんだろうというところはますます難解になってきますね。まあ、とはいえまだ内閣支持率もそんなに高い水準ではないと、支持不支持って言った時に不支持が引き続き上回っているというのも、まあ、他の各社調査と、まあ、結構同じ状況ですと。まあ、つまり決してこれが岸田政権にとっていい状態ではないということで、まあ、今後通常国会でいろいろ防衛費の増税の問題だとかさまざまな問題取り沙汰されていくと思いますけれど、その中でどれぐらいこう消耗せずに済むかっていうところが、まあ、政権の例えば解散のタイミングを図るとか、そういったことにも影響してくると思いますんで、まあ、そういったところに注目したいですね。はい、続いてはこちらご覧いただきましょうか。次期衆院選の比例の投票先というところの調査ですね。はい、これもですね、はい、先ほどの政党支持の動きと少しこう連動していて、そうですね、やっぱり自民党がちょっと上がってるんですよね。で、まあ、DKNA というかその分からないって答えてる人もその分下がっているというところで、まあ、最終的にこれが選挙結果そのままこうつながるかというと、もちろんもっと選挙結果選挙近づく行ってこないと態度決まってこないので、そうではないんですけれども、今のところやはり自民党がかなりこう強いモメンタムを引き続き、まあ、持ってはいると。何かこう野党がそれに対してがっつりこう食らいついているという状況ではないということは明確に言えるのかなと思います。今後も伸ばしていく可能性はこの状況を見るにありえますかね。まあ、少しはあるんじゃないかと思いますね。そんな大きくは伸ばさないと思います。今回は以上になります。高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。新井首相秘書官の更迭についてと、こちら更迭は妥当だと思いますかという質問ですね。まあ、見る通りネットも電話も相対的に見て、その同性同士のパートナーシップということに対する、まあ、理解度というか、賛成度が高くはないと。こちらご覧いただくと、はい、かなり顕著に現れてますね。そうですね。松田さん、こちらの番組視聴者の方から今後立候補される方がいらっしゃいまして、ネット選挙頑張りたいけどどうすればいいだろうというご質問いただいてるんですね。おすすめのツールがあれば伺いたいなと思ってます。ネット選挙でおすすめだったらね、ボネクタですね。これはですね、なぜかというと、ネット選挙今参考に投票する人ってね 40% 以上いるっていうふうに言われてるんですよ。その中で何を見てるかというと、実は選挙情報サイト、選挙のとこみたいなね、選挙情報サイトだったり、ニュースサイトだったり、あとは候補者のホームページとブログ見てる人が多いんですよ。 SNS って確かにすごくこう効果がある面もあるんだけど、 SNS やってない人もたくさんいるんですよね。そういう人も含めてみると、実はホームページとかブログとか選挙情報サイトの攻略がすごく大事で、このボネクタ何が素晴らしいかというと、これ選挙 .com が提供してるネット選挙のツールなんですね。はい、なのでまず一番大きな理由としては、
この選挙情報サイト内に言ってみたら自分のホームページを持てるようなものなんですよ。でさらにブログも書ける、はい、でブログに書くとそれが検索エンジンに乗りやすくなるっていうですね、これをやるだけでネット選挙を参考に投票してる人の上位の理由を全部潰せる。オネクタだけやっとけばまずひとまずネット選挙としては合格点が出せます。なるほど。ちなみにこれ1年以上ボネクタ使っていただいた方の当選確率って 92.6% なんですよ。 92.6%、 はい、行った方がね絶対得です。それこそ統一地方選挙に立候補されようと思っている方は、はい、早く始めた方がいいということですよね。もういつやるの、今でしょ。浅田さんの今でしょいただきました、はい、今の話ですが概要欄こちらにお申し込み方法ですとかそのあたりいろいろ書いてありますのでぜひチェックお願いします。自分の手でチャンスを掴んでいきましょう。ということで皆さんご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。